こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは簡単なキャンバスの貼り方についてお話ししたいと思います。今日用意しているものはこの枠とハサミとロールキャンバスとステイプラーガンです。私はこの枠から木を切って作ることもあるんですけど、今日は貼ったキャンバスを剥がして再利用をしようと思います。まずはキャンバスを切って、キャンバスを切るときなんですけど、ここにステイプラーをパッチンってやるので、まあこのぐらい、このぐらいとかこのぐらいになるのかな、大きさで、こっち側も同じぐらいで、まあこの辺ですね、こんなもんとこんなもんでいいですね。で、切っていきます。ちょっと長すぎちゃったんですけど、短すぎるよりマシですね。私はいつも真ん中から止めていきます。で、これ釘、よくここに釘が打ってあるやつあるじゃないですか。横に打つと汚いし、釘を抜くのがすごく大変なんですよね。で、ステイプラー抜くのは簡単なんで、再利用もしやすいですよね。で、今度はここの隅を合わせます。その時にここにシワがないようにピーンと貼るんですけど、この角をきれいに一回折って、こういう風にします。で、ここをパーンと折って、今度対角線上で同じように折るんですけど、さっき折り目ができたのがこの長い方側だったので、こっちも長い方側に折り目をつけていきます。実質上なんてことはないんですけど、全部揃ってた方が商品としても綺麗なので、そういう風にしています。今度はこっちなんですけど、間違えないようにこっちに折り目をつけて、ここがこうやってはみ出した場合は、ここが折った時にはみ出す場合はこうペコンって折っちゃう時もあるんですけど、今回ははみ出さないのでこのままいきます。で、最後の止めるとこなので、しっかりピーンと貼らして、で、ここを角と真ん中を止めたので、この中間のところですね、ステイプラーをして、多分ここ1個ずつでもいいんですけど、ここ1つ、ここ2つ、多分私はその時の気分でここ2つにしたり1つにしたりしてますけど、今回は2つやろう。ここを引っ張りながら
カチンって止めます。はい、こんな感じになりました。うん、悪くないですね。で、ここでステープラー、ここにステープラーとか釘を打たないで、裏側にすると、ここに色塗っちゃうと額なしでも飾れたりするので、それがいいです。多分普通にやったら10分かからないでできちゃうと思います。というわけで、今日は簡単なキャンバスの貼り方でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。さようなら。